お久しぶりでございます。ですね、前回ね、こちらの、ミニゲームのゲームオーバー画面を見ることができまして、そこからですね、どれくらい期間が空いたかと言いますとですね、5ヶ月5ヶ月の期間が経過してしまいました。日々が忙しすぎて気づいたら5ヶ月が経過しておりましたね。それではですね、ランマルくんに声をかけてスイッチをつけてもらい、クリアするところからやっていきたいと思います。さら、左奥のポストにスイッチがついてるぞ。押してみるか。 OK、 頼んだ。黄色にしてくれ。どうやらスイッチを押せばポストの色を変えることができるみたいだ。何色に変えてもらおうか。黄色でいいはずですね。はい、ありがとう、ランマル。それでいい。了解。はい、オッケー。せめてなんかこれクリアするところあたりまでやっとけよって思うよね。謎が解けたのか。お手柄だね、サラちゃん。みんな無事でよ。ちょっと待って、ひなこちゃんは？あれ、ひなこちゃんここいないんだっけ？まさか。あ、いたわ。いるけど。脅かすなよ。離れすぎたら首輪が爆発するんだぜ。そこまで警戒することもないだろう。首輪のペアリングは隣の部屋まで有効だからね。ああ、これ早坂が知ってる情報なんだったな、そういえば。あ、いつそんなこと聞いたよ。あれ、緑に聞かなかったかい。あのさ、気になったんだけど、ダミーズは受け取った情報に差があるんじゃない？え？そういえば。なんでだ？一緒に緑から話を聞いたのに。聞いた情報とその前にプログラムされた記憶があるんじゃない？共通の情報とは別に特別な情報をそれぞれ渡されてるのかも。おー、そうくん鋭いね。特別な情報。マジかよ。お前ら隠すんじゃねえ。教えろ。いや、どれが特別の情報かわからねえもん。そう、今は知らないふりするのが一番だよ。それぞれ生かす価値ができた、そういうことでしょ、サラ先輩。価値で考えてない。その通りだ。それはどうかな。いや、ひなこちゃんね、別にダミーズって言うけど、まあ、本当にダミーズなんだけど、なんて言うんだろうな、ひなこちゃんというダミーズのダミーズというかさ、ねえ、あなた人間ですからね。まあ、ちょっとからかってみようか。それはどうかな。そんな情報なんかなくても、みんな生きる価値はあるはずだ。同じ、被害者じゃないか。人間とか、人形とか、関係なく。へえ、かっこいいね、お前のご主人様は。かっこいいよな、なあ、ランマルくん、思うよな。いやー、ランマルくんはね、きっとサラちゃんのことが大好きになると思うんですよ。ね。あ、なんか思い出して辛くなってきた。それより、いつまでこの部屋にいる気？そうだな。もうここに用はない。行くぞ。いや、5ヶ月経ってることでね、またみんなのやり方違ったら申し訳ないな。さてさて、一回セーブしましょう。でですね、向こうに通路が繋がってるから通路行こうかって感じか？あー、最悪。この部屋はね、やだね。でもこれ、なおちゃんとかがあるだけで、こうで、そうくんもいるけど、かんなちゃんとか、あれだね、変わんないんだね、内容的には。そうくんがいるところがさ、かんなちゃんになったりとかさ、レコさんが出たりするかと思ったけど、そういうわけじゃなさそうかな。まあ、そうくんの笑顔は、ただの緑の盗撮だろうからな。次から次へぞ。悪趣味だね。いやー。これ本物のひなこちゃんね。なおさんの絵がある。写真を加工したものだ。何のためにこんなもの。ふざけた真似を。アリスさん。俺は、これまでずっと殺人を後悔してきた。だが、
こんなことを考える奴なんぞ、死なせておくべきだったんだ。何度でも葬ってやるぞ、緑。いや、そりゃ、そうなるわ。いや、これ、クリックしたくねえわ。体を貫かれた男の子の絵がある。サラちゃん、見ちゃダメだ。あ、はい。男の子の絵って言ってる。そうだった、このルートサラちゃん、ジョー君のこと覚えてないんだ。うわぁ顔が影で見えないけど、一体誰なんだろう。いろいろさ、ちょっと忘れてるからさ。やばい、びっくりした、鳥肌立っちゃった。満面の笑みのソウさんの絵がある。この絵は一体。気持ち悪い。なんでこんなもの飾ってるんだ。本当に気持ち悪がってるのか、ソウ君は。なんか、怖い友達って言ってたけどね、AI のソウ君はね。普通になんか嫌悪してるのかね、緑のことを。緑の絵が飾ってある。絵じゃないよ。緑、調子はどうだい、サラさん。あれ、アンズの姿が見えないけど、まさかもう死んじゃった？これは、また人工知能かな。違うよ、ただのテレビ通話さ。すべてのフロアを僕は監視してるんだ。ふん、ずるか。正々堂々正面から来たらどうだ、臆病者。妹と違ってバカだな、アリスは。僕だって勝ちたいんだからさ。貴様、二度とそれを口にするな。緑、一つだけ教えてよ。ん？君は、このデスゲームの黒幕なのか？シン。真実は、自分の手で掴み取るんだ。そう教えたでしょ。ああ、落ち込まないでよ。隠すつもりはないし。そろそろみんなには知ってほしいんだ。何をだ。すべてさ、僕との失われた思い出や、アスナロが君たちを殺し合わせる理由も、ね。ならさっさとすべて吐くがいい。納得のいく説明をな。それを僕から言うのはもったいないよ。いやあ、どっちだわい。だから言ってるでしょ、君たちの手で突き止めろって。大丈夫。ヒントは用意したんだ。フロア内に君たちにとって思い出深い場所をいくつか作ってある。大事なのは過去を知ることさ。ああ、そうそう。今回の人殺しゲーム、もちろん時間制限もあるから。にゃー！リミットはダミーズの電池が切れるまで。いわゆる寿命ってやつだね。それは何時間持つんだ？切れたら我々の命は。期待してるよ、頑張ってね。まずでよ。絵画はピクリとも反応しなくなった。ち、ふざけたことけど、これで確定したね。おまわりさんたちを誘拐した組織はアスナロだ。アスナロ、俺の言ってた孤児院もアズナロって名前だったぜよ。やっぱり関係があるかじゃ。どうかな、不審な点はなかった？わかんねえ。本当にみんな親切だったんじゃ。本当に。考えたくない。周りのいい人たちがみんなこのデスゲームに関わっているかもしれないなんて。サラちゃんに関してはお父さんが関わってるかもしれないからな。おい、そう！教えてくれ！緑はアスナロの人間ぜよ！お前さん、知り合いなんやろ？そろそろ知りたいね。君たちの関係も。うん、知りたいね。生きてる時に、よく一緒にいた。でも、今は関係ない。言っただろ。
ただの敵さ。彼は、僕にだって手加減はしない。むしろ、燃え上がって本気を出してくるよ。そっか。ソウさんは、緑の怖さを知ってるみたいだ。なるほどね。いや、いいなぁ。いや、緑が何者なのかっていうのがさ、レコさんとカンナちゃんが生きてるパートでは全くわからなかったから、その生きてる時の緑のことを知っているソウさんがね、いるっていうのが、もうちょっとどころか全然違うよね。これすごいな、この分岐、やっぱり。この奥のエレベーターに行けるのか。ん？エレベーター？これ、どこまで行けるにゃい？いや。動いてないね。動いてない。まだ、あれだ、カチッてボタン押せないから、無理と。で、ここが6階室にゃん、ここ。怪しい場所やな。探索するなら慎重にね、サラちゃん。はい。まあ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 。ロッカーが開いてる。何も入ってない。黒いシミがある。何かが垂れてきた跡か？これは血だと。血の跡。間違いないだろうね。刑事さん！ここは危険です。一度部屋を出た方が。危険だった。と言うべきかもね。一応掃除されてるみたいだよ。結構時間が経ってるみたいだ。何かあった部屋なのかにゃ？多分。すでに何か仕掛けが作動した後なんだろうね。誰かがこの部屋に来ていた。それも随分前に。うん、最初の試練でしょうね。かもね。その割に、ダミーズのみんなは無反応だ。これ、さ、アリスさんは反応するんじゃない？この中の誰かがって思ったんだけどね。確かに、自分が死んだ部屋ならびっくりするはずだよな。あんまり痛くないわ。ああ、アリスさん反応しないんだね。まあ、あれだもんね。この、赤黒いシミになった場所じゃないもんね。何もない、綺麗なお部屋の状態のところから、アリスさんは、ひなこちゃんを裏切って出てきちゃったわけだから、ここに反応しないのもまあ当然か。サラちゃん、ここの探索は終わり。はい。これ以上怪しい部分もありませんし。そうなると、フロアマップに載ってる部屋は全部探索したことになるぜよ。ち、緑の奴はどこへ隠れた？開かないドアもあったし、エレベーターも気になるね。まあ、提案だけど、それぞれ分かれてペアで探索しねえか。部屋の仕掛けも全部見たし、大勢で探索するより効率いいだろ。確かに、時間制限もあるからな。うん、別々でいいんじゃないですか？そうだな。それぞれ別々に探索しよう。まあ、そう来なくちゃな。そうだ。サラちゃん、ちょっといい？はい。刑事さんに耳を近づけた。ペアの行動には、目を光らせた方がいい。わかってます。そっか。何話してんだ？俺たちも行こうぜ、サラ。ああ。で、舞ちゃんが、どっかに隠し持ってるんだろうな、きっとな。いや、九太郎さん。ちょっとまだ、ピンピンしてるうちに私危険を知らせておくよ。君は、刺されるよ。開かないロッカーも、一応念入りに調べておくね。危険な罠には気をつけてくださいよ。もちろん、壊れたくないもん。実際のところ、お前さんたちの耐久性はどうなっとるかや。俺たちより頑丈なのか？知らねえよ。試すわけにもいかねえし。どうせだったら、超合金かなんかで作ってくれてりゃ、死ぬ心配もなかったのにな。へえ、そんなカチカチ嫌ですよ。だってほら、お肌はもちもちですよ。ほっぺ触ってみてください、サラちゃん。揉む。よし、揉んでみよう。あ、そこは？ああ、それ、ああ、肩揉みだ。思い出した私、同じことしてる。もう、下世話すぎる。本当だ。
肩こりが全くない。嘘、人間の時より健康的。よく考えりゃ年を取ることも病気になることもなくなるんだよな。あ、最高なんだが、案外人形でいるのも悪くないんだね。前向きだなって言いながら、一番どうにかしたいと思ってた人だもんね。マイと二人だとたまに気が抜けちまうぜよ。キュー太郎さん、ペアは嫌ですか？マイさんとペアは嫌でしたか？そんなことねえぜよ。マイは悪い奴じゃなさそうだしな。ただ、日常で会いたかったぎゃ、こういう時はやりづれえからな。オンとオフを切り替えづらいんだろうな。頑張ってください。命がかかってます。おう、せやな。ちゃんと集中するぜよ。ご主人様、肩車で上の方調べませんか？なあ、大変だね。デレデレしないでください。してねえぜよ、前に行ってくれぜよ。ご主人様、おしゃべりしてないで、ちゃんと探索しないとダメですよ。あ、これ、揉めるのか。オッケーオッケー。で、触る。では、ぜひ。どうぞ。舞のほっぺは人間のように柔らかかった。すごいな。人形とはとても思えない。サラちゃんのほっぺはどうかな？え、ああ。いやー、もちもち！これぞ10代の肌って感じ！あの、もうそろそろ。もうちょっとだけ！やれやれ。いや、いいな。楽しそう。この時が一番平和よな、もう。だって、この後の展開、えぐいもの。いや、しかもね、ソウさんとアリスさんが生きてることってどう展開が変わるかわからないもん。これ、触らないでおく。いえ、結構です。サラちゃん、私のこと嫌いなの？そういうわけじゃ。代わりに、キュー太郎さん触ってみますか？結構せよ。あー、で、こうなるんだ。オッケーオッケー。なるほどね。いやー、いいわ。舞ちゃん好きだなー。舞ちゃんいいよなー。これが猫被ってるんだとしてもいいよなー、マジで。さあ、この辺は、同じシーンはカットしていきましょうかね。なんか違うところがあったら、変わりましょう。突然手握られて動揺してる間にドアが開いたね、ランマルくん。なんでだろうねー。ランマルは緊張しすぎだ。そんな風に体がガチガチじゃとっさに動けないぞ。いや、そりゃさ、年頃の男子がさ、突然なんか可愛い女の子から手握られたらさ、えってなるやん。ちょっと考えてあげてや、サラちゃん。誰のせいだよ。ん？あー、可愛い。もうランマルくん、好きだよ。見つめ直して自分の気持ち、本音を話せば心の整理ができるよ。本音か。紅茶うめえじゃん。毒はなさそうだぜ。ランマルも飲めるんだな。飲もう。紅茶を一口飲んだ。少しだけリラックスできた。ずっと仲間と一緒だった。そうかもしれない。一人で冷静に考える時間なんてほとんどなかった。そんな隙を見せれば絶望が心を満たすと知っていたから。でも今の私は違う。ここには誰もいない。私は、こっちのルートのサラちゃんは死にたくないって言うんじゃない？死にたくない。でもそれはみんな一緒なんだ。あー、結果的にやっぱそうなるのか。サラちゃんはそういう人間か。そうだよね。いや、ジョー君の記憶がなくなったっていうことはとてもとても痛いダメージだけれども、それがあったとしてもサラちゃんはこういう人間だっていうことが分かって私はちょっと嬉しいね。ん？うおー違う展開がびっくりした。
いや、本当に黒背景に赤文字って怖いのよ。いや、ちょっと安心したのもつかの間ってとこなんですけど。本当にそうか。みんな、大事な仲間だから。また仲間か。びっくりした。優勝がかかってるんだよね。優勝？たった一人生き残る。そしたらデスゲームは終わる。終わる？すごく怖い話。待ってくれ。やっぱり一人だけしかこのゲームは生き残れないのか。うん。あと6人。もう決着は近い。もしかしたら今日中に？たった一人が生き残る。ありえない。私たちはもう誰も犠牲にしない。でもさ、緑を殺せるのか。あんな最低な野郎、同情はしねえけど、動いている奴を見ると人間にしか見えねえっていうか。わかんない。わからない。意味があるのか。わからないけど、私は、殺せたところで終わらない。こんなデスゲーム、終わらせるんだ！優勝すれば、終わる。サラ。ランマル、あなたはどうなの？目的のためのペア？それとも相棒？あなただって、見つめ直せる。二人とも、また来てね。ここは、自分を探す場所だから。疲れた。いやー、怖い！ちょっと、いやー、うわもう、ジョー君のね、光 AI で浄化してもらってないから、サラちゃんの心の闇がずっとここに残ってる状態だから、これはまずいですね。ふわー、恐ろしい。自分でさ、自分にサラちゃんは言い聞かせてるわけじゃん。自分で自分のことを奮い立たせてないと、多分心を保てないから、心の中で何度も何度も、いや、私たちは仲間だ。大事な仲間たちと一緒に脱出するんだって言い聞かせてるわけで。で、それは、そのジョー君の光 AI があったから、それが本心に変わっていたけれども、それを浄化しきれていない今、何度自分に言い聞かせても奮い立たせても、どうしたって自分が生き残るには、を考えちゃうんじゃないかなって。みんなも脱出できたらいいけど、それよりもまず自分を脱出させたいっていう気持ちの方が、勝ってるんじゃないって思うね。サラ、あのさ、少し話をしていいか。戻ってからにしよう。少し疲れた。ダメだ！大事な話なんだ！今じゃねえと。ん？告白ですか。これどれ選んだっけなぁ。告白ですかって聞いたよね、確かね。聞きたくないって言ってみるか。聞きたくないな、今は。いいから聞けって！実は、俺たちの中に、アスナロの人間が、いる。これは多分、俺だけが知る特別な情報ってやつだ。アスナロ、つまり誘拐犯の組織の人間が、私たちの中に。これさ、その生存者、ダミーズ含めて全員がアスナロと関わっているのか、だからアスナロの人間って言えるのか、それともその同意書を全員書いてるからアスナロの人間ですよって言えるのか、はたまた、生存自慢やったじゃないですか。
で、生存島で、サラちゃんがね、なんか、何度も何度も繰り返すんだ。だから消して、みたいな。シミュレーションよ、みたいなことをさ、してるシーンがあったんですよ、最後に。だから少なからず私、サラちゃんはアスナロの人間だと思うんだよね。だから一人だけってことはでもない気がするのよ。全員なんじゃね？生存者の誰かか。俺が知ってるのは、アスナロの人間がいるってだけだ。ダミーズは人形だから、そう考えると、サラの言う通りに。そんな！ありえない。ケイジさんや、キュー太郎さんや、アリスさんの中に、アスナロの人間が、考えられない。そんなこと。悪い。悩ませちまって。でも、今しか言えなかったんだ。俺、サラのこと全然知らねえけど、ただのペアってのは、なんか嫌だよな。サラ、もう一つだけ。なんだ？いや、ごめん。なんでもねえ。いやー、これ後からね、俺は、サラと二人で生き残るためだったら、他の奴らだって殺せるって、緑だって殺せるんだって、いうシーンが、怖くなってまいりました。僕は。ちょっと闇落ちサラちゃんと闇落ちランマルくん見れるんじゃないのって思っているんです、僕は。こっちのサイト違う、こっちのルートでは。気になって仕方ないね。おい、そうってやつ。だいぶ緑にお熱じゃねえか。確かに、ずっと見つめてるな。ほんとだ。ソウさんは緑をじっと見据えている。どうしたんだい、ソウくん。そんなに緑のことが好きかい？それともそんなに緑のことが嫌いかい？どっちだろうね、どっちもかな。この絵を見ると、胸が苦しくなっていく。俺は、本当の殺人鬼になって、なってやるさ。なおちゃんな。いや、なおちゃんは何の罪もねえからな、マジで。行こうぜ。ああ、そうか。さあ、みんなを呼びに行くと。エレベーターが直ったって。ならあいつ次第だな。俺一人じゃ動けねえし。あ、そっか。そうくんと、あれ、アリスさんって誰とペア？レコさんって誰とペアだったっけ？あ、そうか、アンズちゃんとペアだ！うわぁ、そうだ。じゃあ自由に動けてるのも当然か。そっか、エレベーターが動き出したんだね。ここを調べ終わったら、僕も行くよ。オッケー。何？エレベーターが？ふ、案外早く戦いが始まるかもな。せやな。で、あ、いない。やあ、サラちゃん。ケイジさん、ここにいたんですね。うん。銀が張り切っててね。うん。僕はリーダーだから、しっかり探索して部下を従えるにゃん。銀、部下って？私だよ。すっかり上下関係ができてしまってね。それで、何かわかりましたか？なんにも。じゃあ、エレベーターへ来てくれ。動き始めたんだ。さすがサラちゃんだ。行くよ。スーツメガネ、お前もさっさとついてくるにゃ。ああ、待ってくれ。ああ、そうだった。早坂さん、すまんね。な、スーツメガネ、足浮いてないわ。スーツメガネ、どうなってるにゃ。何この罠。助けないと。ここは多分絶対助かるはずなんで、銀くんがね、助けに入るんでね。苦し、スーツメガネ。何これ、こんな仕掛け。落ち着くんだ、冷静に。いやー、銀くんなー。
もう、銀くん、こういうところが好きよ、本当に。自分の身を顧みずにさ、助けようとする、その姿がね、私はもう、銀くんがたまらなく好きなのよ。ね。ということで、エレベーター行こうね。おお、サラ、見てくれ！エレベーターが動いて、銀、どうしたぜよ！あ、まさか。お前、まさか。これ殺したんじゃねえだろうな、の顔だよね、きっと。安心してくれ。気絶してるだけだよ、銀くんは。心配ないよ。今はエレベーターの方を。そうだね。怪我ぐらい慣れっこでしょ。早く行こうよ。いや、そうくん、冷てえ！ちょっと待つぜよ！そうは言っても本当に乗って平気かじゃ！確かにな。右と左のエレベーター。もしかするとどちらかが罠の可能性も。は、好きな方に乗ろうぜ。運試し上等だ。どっちに乗ろうか。まあ右で行こうか。この前左に乗ったからね。じゃあ僕は反対側に乗るよ。サラさんと一緒のエレベーターには乗りたくないからね。ってことね。ひどいわ。生きた心地がしないまま、エレベーターのドアは閉まった。そしてゆっくりと動き出す。この先に待っているものを予感しながら進んでいく。何事もなく着いたの。よう、久しぶりぜよ。よかった、そっちも無事に着いたんですね。何かあればよかったのにね。みんな、この階に緑がいるかもしれない。慎重にね。はい。ってことで、ちょっと、一回セーブして今回はこれで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょこちょこ、カンナちゃん、レコさん、生存ルートと別のところがあったら、そこをこう、チョイスしていく感じで、やっていこうかなと思うので、まあ、サクサクね、進めていけたらなと思います。いや、これね、でも、結構違う点ありそうだし、そうくんもアリスさんもいっぱい喋ってくれそうなんで、楽しみですね。ってことで、また次回、オスピオでーす。